ふるさと岡崎の地によみがえる三河牛、我こそ上州大権現徳川家康。家康だ。グレート家康公、青い武将隊。本日のようにですな、今見ていただいたのが我々の演舞、そういった演舞をですな、土日祝日と、あ、小松よ、わしの不器用さが出ておる、すまんの。さあということで、この土日祝日と我々のこのような演舞をやっておって、平日はな、火曜日木曜日は二の丸能楽堂にて家康公生誕劇、そしてそれ以外の平日はおもてなしをしておるわけじゃ。滝川クリステル殿より先におもてなしやっておった武将隊たちでございまする。ぜひともね、皆様平日もね、来ていただきますと嬉しい限りでございます。よろしくお願いいたします。はい、さてそこでですが、この岡崎武将隊だけではございません。この今皆様後ろにございます家康館、このここにはですな、のぼりにも書いております徳川と豊臣の奇跡、
はい、さようでございます。その中でもですな、我々青い武将隊も特に、関わりが深かった戦などがございまして、その中でもね、見物がございまする榊原殿の絵が、はい、はい、さようでございますね。わしの絵、あの絵がございまして、小牧山に、はい、安政秀吉を追うという絵がございまして、ね、はい、こちらあの小牧山にてわしが見つけたのは、あの馬でですね、ほう、追い回しておる絵でございます。はい、追い回す躍動感があって、ね、はい、素晴らしい絵でございますので、ぜひぜひ皆様あのご覧くださいませ。はい、お願いいたします。イエス館入って右手に行かれまして1階のところでございますので、ね、ぜひ皆様ご活目くださりませ。安政想定外だったら今の、はい、ありがとうございます。皆々様、油断してはいけませんぞ、油断してはいけませんぞということでございまして、この岡崎ね、あの今年家康公ご健勝400年の節目の年でございます。家康公が亡くなって400年というですな、記念すべき年でございます。今皆様が後ろにある天下太平マルシェ、あちらも一環でございますし、さまざまな催しにてこの岡崎盛り上げていく次第でございまするゆえに、ぜひ皆様今日だけならず、また岡崎に足を運んでいただけると我々嬉しい限りでございます。よろしくお願いいたしまする。はい、さてここからはですな、我々青い武将隊平成のように蘇ってですな、ヒップホップっていうやつを覚えましたので、それを皆様にねお見せしたいと思います。殿、お願いいたします。それでは我々の華麗なる舞をご覧いただこうと思います。グレート家康公青い武将隊で、新武士ソードいざ出陣。
武将隊で新武士ソードでございました。我々の曲ですな。気に入った方はぜひね、あちら観光土産店の方にて販売しております。ぜひともお家に持って帰ってくださりませ。お願いいたします。さて、青い武将隊の曲の中で一番皆様と共に盛り上がれるのはもちろんこの曲、堪忍踊りでございます。はいはいはい、これですな。簡単な踊りでございまする。せっかくでございますからね、皆様我々からレクチャーさせていただきまする。はい、このレクチャー今二段をしております。榊原殿にやっていただきたいと思います。喜んで。はい、今多分言うな、はい、ね、もう元気よく参りましょう我々。それではですね、こちら堪忍踊りと申しますのはですね、平方の徳川家康公の息子をもとに作られた堪忍をもとにした大踊りのような簡単な踊りでございます。はい、まあ、皆様ぜひぜひですね、一緒にやっていただきたいと思いますが、この堪忍踊り大きなポーズが2つございます。まず1つ目堪忍ポーズは、はい、お手を拝借、手を合わせていただいて、右に堪忍、今度は左に堪忍、真ん中で手を合わせまして堪忍。じゃあこちらが堪忍ポーズ1でございまする。続きまして堪忍ポーズ2、こちらはこの2をですね、目の前に持ってきていただきまして堪忍。続きまして反対側堪忍、3、2、じゃあこちらが堪忍ポーズ2でございまする。簡単でございましょう。皆様ご一緒によろしくお願いいたします。せっかくですのでね、はい、皆様こちらで我らと一緒に踊ってはいただけないでしょうか。皆さんも共に踊りましょう。参りましょう。ほら安村さん頑張って、だからみんな頑張って、参りましょう。頑張ってとか言っちゃダメです。そうですね、はい、ね、普段通りやっておりますので、はい、ということでございまして、ぜひ皆様前に来ること恥ずかしいよって方はぜひね、その場に手を取ってくださりませ。青い武将隊と皆様で共に作るこの演舞堪忍踊りでございます。ぜひご参加ください。それでは参りまする、堪忍踊りスタートじゃ。まずは手拍子から、はい、ラオ堪忍する堪忍、あ、よいしょ、ラオ堪忍、堪忍
地の方々が岡崎公園にご来園くださいまして誠にありがとうございます。それではここにお集まりの皆々様のご多幸とご健勝を記念いたしまして勝ちどきを行ってまいります。皆様ご賞は願います。よしディフェンスライン、ディフェンスライン、それではそれでは参ります。それでは参る、勝ちどきじゃーストレイ、えいえいおーえいえいおーえいえいおー、ありがとうございました。さあここからは時間でございまする。武将がこちらに並びまするように皆様お手持ちのカメラにて写真を収めくださりませ。右手真ん中左手三方向視線を送らせていただきまする。それでは武将の準備ができるまでもう少々お待ちくださりませ。それでは武将の準備が整ったところでまずは皆様から見て右手、はい、それでは続きまして真ん中、少し人が多まっておるゆえに前の方は取られましたら後ろの方に譲っていただきます。ると嬉しい限りでござる。ありがとうさん、じゃあ対策をですね、暑さ対策をお願いいたします。いいヒントですね。はい、それではこれにて武将のみの記念撮影の時間は終了とさせていただきます。この後はですね、皆様を招き入れての記念撮影でございます。我々とですね、一緒に撮りたいよって方はですね、我々の右手、今服部半蔵がおるところにですね、列を作りくださりませ。はい、そして小松はこれにて退陣でございます。ご了承くださりませ。ありがとうさん、じゃあそして武将もですね、一度引いた後ですね、すぐに戻ってまいりまする。武将が戻ってき次第の記念撮影開始とさせていただきますので少々お待ちくださりませ。